はい、今日も京都で川にエビを捕まえに来たわけだけど、ちょっと魚のね、稚魚がちらほら見えるから今やってます。おいしょ、いた、いました。なんていう魚だろう、なんて魚だろうね、これ、うん、こいつ見えないか、いた、早く入れてあげよう。うん、こいつだね、うん、なんて魚だろうね。ちょっと水槽入れてみよう。うん、弱っちゃうと金だから。そうそう、ちっちゃい魚ね。何の稚魚だろうかね。同じ魚かな。ちょっ、どった？カエル。カエルいた。どれどれ。だるまだな。だるま。でれん。どれ？これ。本当だ。でかいの。でけえ。捕まえようか。はい、見て。はい、ちょっと。はい、いいよ、捕まえて。うえ、元気そうだね、これ。なんかぼちゃんって言ったなと思ってさ。うん。じゃあちょっとこの指ちょっと苦ってあげようか。なんか覚えてる。なんか覚えてる。覚えとる、覚えとる。本当だ。なんか、星が多い。テントモチが泳いでね。うん。苦って、ちょっとエビになったよ。うん。急に。急に出てきた。うん。いや、やっぱいるんだな、これ。いるな。これ、むけたカエルがちょっと大きくなったんじゃない？いた。いた。カエルいた。いて喜んでよかったよ。うん。すごいなんか背中に緑の筋が目立つね、この、うん、この個体は。ねねちゃん、ちょっとこの子入れて。うん。今回入れるから。じゃあ自分でやって、これ掴んで、うん、上、これちょっと上に持たないとダメ。うん、でかでかい、うん、逃げる。おとなしいね。うん、おとなしいね。でれん。でれん。うわ、逃げた。早いね。早いね。逃げた？でれん。決まったー。でれん。毎度同じ。だるまっす。だるまち。だるまちゃん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 。あ、マジャクシもいた、うん、ほら、すごいね。さっき足入ってたな。足入ってた、うん、逃げられた。逃げられた。逃げられた。おたまジャクシごときに、うん、魚おった、おった。魚おった、おった、おった。これだん、ちっちゃい魚。なんて魚なんだね。うん、使っちゃダメだよ、うん、手のひらに乗せてあげる、うん、反対の手を使って反対の手を使って網を持ち上げて、で手のひらに乗せる感じ。違う、この網の外から、そうで、もう片っぽの手を網の中、うん、はい、これザリガニの足か。ん？ザリガニの足だ。ザリガニ負けたんだな。うん、これね。うん。これ。あ、すっげーちっちゃい旗に乗ってる。うん、足だな、それな。ちっちゃい、ちっちゃい。
真。うん。ちっちゃいの。どう？多分喧嘩と負け、勝ち、ここには多分、あっちがあるってことはいるんだな、これは。ザリガニはいるんだな。うん。な。取った？うん、取ったよ。魚がまたいた。魚いた？うん。あ、いたいたいた。うん。うん。なんていう魚だろうね。うん、かわいいね。かわいい。はい、じゃあ入れてください。うん。うん。あ、入ってた。入った？ちっちゃいね。だるまがいた、いまた。だるまもいましたし、魚もいましたし。いや、ね、いないかと思った。うん。様子が夏っぽくなってきたな。すんごい透明。でかい魚。でかい。でかい、でかいだるまで。でかいだるま。あ、またザリガニが死んでる。え？これ。本当だ、ハタミだね。うん。ハタミいい顔。本当だ。これあれじゃないの？コウが食った後じゃないの？コウが食べた後もこんな感じだもんな。とは違うと思うけど。誰かが食べたんだろうな。魚いないかな。エビがいた。パズルトンパ。うん。飛んでた。え？うん。いけるよ。浅いよ。浅いよ、こっち。うん、うん。ハグロトン。ハグロトンボのヤゴ。逃がす。魚いたな。
すごいいる。いるいるいる。魚いた。めっちゃ群れをなしてる。追いつくよ。止まるわけねえぞ、これじゃ。カモン。この辺めっちゃいるな。魚いっぱいいるよ。うん、手前までなら来れるね。こっちおいで。いた？早い。魚は早い。魚めっちゃ早い。魚がめちゃくちゃ早い。うん、あ、こう気をつけて、足足、もうそろそろ深いな、そこそこで限界だな。うわ、びっくりした。どうした？めちゃくちゃでかいザリガニ。これ捕まえようか。これ捕まえようか。よし。でかでかでけえな、これでけえ。うん、相当でけえな。まあここは農薬使ってから食べられないけど、食べられないけどな。まあここは農薬使ってねえけどさ、うん、うわ、入っちゃった。ああ、出て出て、早く出て。ザリガニ夢中になっちゃったな、今。うん、ちょっと二人、多分ちょっと変えた展開しないと思うから、ちょっと入れてみるか。でかいハサミだな、このザリガニは。すごいわ。もう離さない、これ網に絡まって。足が網に。あとでちょっとちゃんと取ってあげないと怪我しちゃう。ドドーン、ドドドン。鼻ハサミだな、これ。あれ、これどうした、これ。どうしたの、これ。ん？どうした？これ。ん？これ白いの？うん。これ関節だな、関節。本当とか。うん、大丈夫。切れてない。うん。これ、すごい立派なハサミだな。これはでかい。これはでかい。うん。なんか食べられない。ついてる。すごい。ついてるよ。ふん？髭が？うん。長いから長い。イエーイ。これ持ってみれば。おとなしい、このザリガニ。うん、おとなしい。ちょんちょんって触ってな、背中。ちょんちょんでいい。
ちゃんちゃん。うわ、じゃあ、怖そうだ。はい、道との。じゃあ、一回ね。あ、一回ね。ほら。ちょっと変わった。大丈夫でしょ？うん。こうやって持てばいいやつだ。英語どこも持てないよ。持てないな。うん。うん、おとなしいザリガニだ、こいつは。今さ、うん、あのちっちゃいカゴ持ってくから、さすがに小魚とカエルと一緒にするとさ、喧嘩になるから。ほとんど。はい、遠い。あれ、足が絡まっちゃった。取れちゃう、取れちゃう。また。だ。ああ、立派だな。まあ、こいつは食べないからね。うん、こいつは食わないぞ。ちょっと狭すぎんな、こいつな、はい、このサイズに、このサイズじゃこの水槽が狭いな。今日はあとカエルだな。うん、カエルだ。でかいカエル。ああ、お魚と。お魚だいぶ生き物が増えてきたな。うん、あとハグロドンボも。おっとっと、夏だぜ。ん？取った？うん、なんでもない。え、じゃあ、なんでトンボ行った？なんかちょっと、あー、魚。みんな登ってくね。上に登ってくんだな、魚が。あっちの方行くといるかもな、あの滝登りしてるぞ、あっちの方で。滝登り。ここやな。もう逃がした。行った？帰る。はい、バイバイ。ちょっと待ってるかな。ちょっと待ってよ。ちょっと、行っちゃった。バイバイ。まあ、いいか。ちょっと見た、顔見たかったけど、行っちゃった。うん。釣れねえな。うん、じゃあ、さかなクンたちも、バイバイやな。いいな。たな。ハグロトンボ。一匹ずつ逃がすの？ジャバってやっちゃおうぜ。ジャバって。じゃあこの浅いところにやってやろうぜ、浅いとこ。この辺？うん。はい、取りの。はい、取りの。あー。取った？うん？なんでもない。あ、エビだ。さかなクンたちはどこ行った？さかなクンたちはどこ行った？エビばっかおる。魚は早々に逃げたかな。砂ぼこりにまみれて早々に旅立ったな。あ、エビも。じゃザリ君もバイバイすっか。ザリ君、ザリ君、ここじゃ攻めだろうな。じゃあちょっと、うん、じゃちょっと網、網だと絡まっちゃうからやめな。絡まって足取れたらさ、かわいそうだな。じゃこれは？ん？これここに置いてあげたら。え、のこた？ここに割ったんだけど。そういう儀式があるの？うん、あ、そう。じゃあそっとな、ガシャーンってやんないようにして。さらばと思え。まあいいんじゃん、その辺で。お、いいね。あ、いいよ、バイバイ。早いね。早い、置いちゃった。めっちゃ必死こいて行っちゃった、あれ。早い。ホタルの、うわ、もうあとこまいっちゃった。でも、追いついちゃうもんね。追いついちゃうもんね。ホタルの、あ、いっちゃった。早い、早い。お主やるな、お主やるな。お、いっちゃった、ちょっと。あれ、どこ行った。お、真ん中行っちゃった。あ、もうこいつは捕まらねえ。達者で暮らせよ。あ、そこだ、隠れてるよ。そうだな、ああいうところに隠れるんだよ。ああいうところに隠れてるとばっかり思ってたらさ、意外と堂々といたよな。
謎の行動だね。水かけてやったか。水の中に水っていうか。うん。だね。よし、じゃあ次行ってみるか。よし。またザリガニだね。またザリガニだ。でかいザリガニでまたザリガニだ。バーン。またあったんじゃないかな、ザリガニ。またかな。行こう。